タイガー&バニー2同時視聴会第10話皆さんどうも。この同時視聴をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。折り紙ロックの豚骨ではない方、岡本信彦です。さあ本日はですね、6月11日でございます。6月11日、噛んでしまいました。6月11日、それはですね、傘の日と言われております。やはり雨が降っているのでしょう。一説によると、雨にはですね、アルファ波というものが流れているらしいです。アルファ波、声優の声も流れております。ぜひですね、この番組を聞いていただいて、心地よくなっていただいて、そして眠っていただけたら、こちら的には幸いでございます。本日お相手は岡本信彦です。そしてゲストの方、ご紹介しましょう。この方々です。どうぞ。どうも、タイガー&バニーの、もう PDF でいいんじゃねと思ってる方、小鉄役の平田弘明です。よろしくお願いします。小鉄さん、よろしくお願いします。どうも。続きまして、はい、タイガー&バニーの雨の日の気圧の変化が著しい、バーナビーブルックスジュニア役、森田正和です。よろしくお願いします。お願いします。ちょい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 、やっぱり気圧の変化、なんだよ、全然映ってなかったじゃんかよ。僕は心地よかったですよ。そう、映らないで声だけ出てるって楽だな。見切れてすらいなかったぞ俺は。はい、では改めまして、はいはいはい、この方々に来ていただきました。どうぞお願いします。いやいや、もういいだろ。いやもういい、もういい、もういい、もういい。ゲストに無茶をする番組で、なんかあれですね、見切れるっていうことのその気持ちがちょっと分かりましたね。映ってないよりもやっぱり見切れる方が少しは満足度が高いんだな。ちょっと手でも入れとけよかったかな。でもちょっと、じゃあもう一回岡本くんだけのショットにしてもらっていいですか。こうでしょ、はい、これね、どうも、こうやって入って、それで、あ、見えたってやると、なんかちょっと怖い映像っぽくないですか。確かに。今日ずっとこれでいくか。見ちゃいけない。いや、ホラー映像ですね、それ。で、なんかコメントするとき手だけこうやって。いや、怖いんですよ。アダムスなんちゃらになっちゃう。なんなんですか。そうじゃないですよ、今日。あ、そうだね。今日は、僕、俺たちがゲストなんですか。じゃあ、いや、僕ゲスト、すみません。失礼いたしました。僕がゲストの方です。イワンカレリア、岡本信彦です。ようこそ来ていただきました。よろしくお願いします。もう本当よろしくお願いします。もうさ、ほら、ドキドキしちゃっても、あの、プレイブもいなかった組でしょ。卒業アルバムのこっちに写真で写る派だったでしょ。はいはい、だから全然収録の時も合わなかったしさ。収録はちょこっとだけお二方とすれ違いもありましたね。それ違いぐらいです。だからすごい久しぶりな感じがする。久しぶりです、本当に。市民も乾ききってて、今日すごいでしょ。ノブだよ、動いてるよ。生きてます。ノブが来てるよ。髪の毛もなんかピンク色で、のファイアンの方になってる。ファイアンやるの。ファイアンやるんですよ。やっぱりあの髪の毛はあるうちに、やめろやめろ。あの、この10年僕は感じました、いろいろ。皆さんね、10年ぶりです。どうも。何がだよ。いやー、あの頃はそれこそ、うん、今でも覚えてるんですけど、中華に連れてってもらったりしたんですよ。はいはいはい。でその時に美味しく食べまして、もういくらでもチャーハンでも肉でもいけると思ったんですよ。はい、10年後、はい、やっぱりお肉もカルビは枚数制限が出てきました。今いくつ？35になりまして。早えだろ、35で。35だったらまだ食べられるでしょ。何ですか、カルビも言うて 4枚ですかね。4枚、ま、もう35で4枚、4枚が美味しく食べられる範囲ですかね。お前、俺の年になったらもうカルビって聞くだけでももうお腹いっぱいになっちゃう。そうだよ。ですか。俺まだ食えるぞ。え、ハラミじゃなくてカルビもいけるんですか。僕今ハラミになっちゃったんですけど。あ、本当。やっぱラストはカルビでご飯が。本日の同時視聴会は焼肉を食べようというテーマでお届けしています。ニンニクは好きなんですよ。皆さんはどんなお肉が好きですか。ニンニクは美味しいですよね。もたれないからね。僕は赤身が好きです。俺はやっぱそうですか。何年だからお肉の話じゃなくて。あ、違う違う違う。そうですよ。だから、まあ、いろいろ気圧の変化も負けるようになってきましたし、本当に僕も、まあ、そんな10年あの岡本くんですけど、はい、まあ、これ11年経ってですよ、はい、あのタイガー&バニー2号始まりまして、はい、まあ、これいろんなところで聞かれてると思うんですけども、はい、どうですか、その2が始まった。はい、これ、いや、嬉しかったです。反響あった。反響ありましたね。君の周りでも、ようやく待ってましたってやっぱコメント欄でも、うん、僕ブログその当時やってたんですけども、はい、やっぱ
対バンに待ってました、また見たいですって言ってくださる声がやっぱ多くてですね、やっぱ嬉しかったですね。これだけの方々にやっぱり待ち望まれている作品ってないじゃないですか、ぶっちゃけど、熱量を感じました。すごいよな、すごいです。 10年11年経ってだからさ、あの、まあ、いろんな都合でプレイブ来られなかったのは残念だけどあの時 あの客席の反応と見たかった、あれをね感じさせたかったんで、決して声を出しちゃいけないステージなんだけれども、ね、はい、でもお客さんは前に入って声が出ない分熱気が3倍ぐらいになった、オーラがやっぱ出ましたか、うん、楽しかったんで、これを感じたかったですね。あれは感じてほしかった。新人さんになんか圧倒されてたもん。ああ、すっげえ、これが台湾。新人たちもあの収録で違う現場で会った時に、はい、うん、今度台湾に僕出るんですよみたいな、よろしくお願いします、ドキドキしますよみたいなやっぱ緊張感がありました。プレッシャーを感じました。でも、ね、3人ともね、はい、あの楽しんでプレイブはやってたので、よかったんだ。本当にもうやっぱ全員ね揃える時がまたあるといいかなという中でございまして、そうだ、1回ぐらいみんな揃わなきゃダメだよね全員で揃えたいですよね。そうで、そろそろ同時紹介進めていいですか。いや、まだなんかやるんだい、ね、やります。今回はタイガー&バニー2同時紹介第10話でございます、はい、やるんだね。この番組はですね、ネットフリックスで配信されているタイガー&バニー2を毎週1話ずつ僕たちと皆さんとで一緒に楽しもうと、そういう企画のはずです。抜いて、はい、ただあいにく、はい、これあんまり流行らないんですけど、どうぞここで本編の映像は流せないので、皆さんは画面の下に表示されている再生時間を参考にご自分の手元で本編を再生しながら僕たちの番組も楽しんでくださいね、ということで、はい、俺ね一回外したことがあるんだよ、タイミングを。したらね、あのこっちの下に出てるねタイミング見ながらね、一生懸命スライダーで合わせたと、それができますので、ぜひ皆さんも遅れた方も途中からでも大丈夫ですからね、はいよ。早速同時視聴始めましょう。ご覧になってる皆さんも、はい、チャットに感想など書き込みながらですね、一緒に楽しんでください。さあ市民の皆さん、最初の準備、うん、よろしいでしょうか、うん、ではあ、そうだ、これあのいつもゲストの方にやっていただいてるんですけど、同時視聴会っていう言葉がねあまりにも硬いじゃないですか。硬いです、はい、それをね、あのキャストの皆さんのお力によって同時視聴会っていうそのワードがどれだけ素晴らしく聞こえるのかということをですね、まあこれもプロの、ね、声優さんだったらもう本当に簡単だと思うんですけれども、同時視聴会を言っていただいて3、2、1スタートをやっていただきたいと。エロでセクシー、エロもうええわもうじゃあ岡本さん、はい、お願いします。では、はい、参ります。はい、同時視聴会3、2、1スタート。始まったねーよ始まったぞ、聞こえない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 、やり直します、大丈夫ですか。いいよ、始まったよじゃあそのまま進めてください。もうあのね、分かりましたよ。最近ね、ここでね、はい、あの傾向があって、はいはい、結構ね、女性は元気よくとかいうパティーンがあるんですけど、男性結構ね、セクシーの方に走りやすい2人。走りやすい2人。ちょっとごめんなさい、あのスバルだけはね、元気よくやってましたけど、ね、ああ、はい、キャラ性も意識して、はい、やっぱりでも今チャット盛り上がってるよ。どうなってるんですか。あの音量上げていただいて聞いていただきたいんですよね、できればね。あ、テロップ入れてもらって、字幕入れてもらって、あ、そう、字幕、そうですね。でも最初から、だからチャット番組にすりゃいいって話ですよ。でもそうですよね、どんどんそっちの方向に流れて。これ見たことある、同時視聴会。あ、同時視聴会は伊勢ちゃんの時にちょっと見させていただきました。伊勢の時しか見てないの。他も見させていただきます今日も荒れそうな予感がします。見てどうだった。でも、脱線も楽しいですよね。ラジオ達成も、マリアの回は結構真面目な話。あ、それでも真面目、あれで結構真面目な方だった。マリアが真面目に語ってくれたから、まあ、でもそうですね、時計の話から始まって、はい、ついこの間僕、はい、マリアと別件で仕事しちゃったんですよ。あ、僕も一緒でした、ね、一緒だったんですよ。そしたらこの間のこれはね、意見があって、はい、でそしたらあいつこの間ここですごい理論的なことを話してたのに、はい、その日私は憑依型なんでってずっと言ってました。あれおかしいな、お前めちゃくちゃこうしようみたいな、この間放送で思いっきりねえっていう読み方びっくりしました。
みんななんか、なんか違うことは言い始めました。あ、そういうもんなんですね、うん、論理的に語ってたよね。そう、なのに、私は憑依型なんでって言って、しれっと言ってました、僕の前に降りてくるんだらしいですよ。で、両方できるってことですか、もう多分、あの、なんだろう、うん、なんだろう、もう嘘も本当も両方できるってことだと思います。あ、それ大事ですかね。さあ、ということでございまして、今回第10話でございまして、はい、こちら Pride comes before fall ということで、字が潰れて読めない、おごり、ほこり、ほごり、おごり、これおごり、おごりだ、おごりが滅亡の前にやってくるということでございます。まあ、すっかりですね、バニーが、はい、あの、やられてしまってという中で、急激にこのフガンムガンがヒーローたちの前に現れたと。いや、このフガンムガン強すぎません？強いですね。ちょっと待てよ、びっくり。どうしましょう、話進めといてもらっていいけど、はい、なんとですね、この回、バーナビー君お休みっていう。そうか、はい、お休み。そうか、お休み。僕一言も喋ってないんです。あれ、でも一応ここには書いてあるんですけど、キャストのところに書いてある、ね、ここには一応書いてあるんですけどね。実はですね、はい、実は一言あったんです。あったけど、です、あったんです がここは音を入れない方がいいということで。あ、そういうのもありますね。私、泣く泣くここでギャランティーがなくなった回です。非常にタイガー&バニーでギャランティーがなくなった回。タイガー&バニー出てないんだ。出てないんだ。そうです、台本上には実は一箇所あったんです。あったんだけど、演出上ここはいらないだろうということでカットされてしまったんですね。なるほど。じゃあこれ初見。いや、今僕初めて見たわけじゃないですよ。ちゃんともうすでにチェックはしてってってことですよね。同時紹介の前に見てた、ちゃんと見てますがな。 そうです、それ俺が言いたいわ。で、今回ね、この、まあ、はい、今オープニング流れてますけれども、はい、なんとこのプレイスメントに関しては、あの、折り紙サイクルの一番多いわけですよ。プレイスメント。ありがとうございます。やばいんですよ。いや、嬉しいですね。これどうですか、これ、ね、一番多いんですよ。見切れって逆に見ますもんね。見る。まあ、今回見切れよりも結構戦ってたりもするんですけど、しっかりと見てる、はい、見させたりしていただいてるんですけども、でもやっぱこう自分の知ってる企業名がいっぱいあるの嬉しかったですね。これは嬉しい。今回も新しくね、プレイスメントも変わっていって、はい、かなりまた合成、はい、だからおかしいのは見切り食品に、あ、職人にもかかわらず、はい、いっぱいスポンサードついてるから、はい、めっちゃ出なきゃいけないっていう。そうですよね。この矛盾をはらんだキャラクター。この手裏剣のところにも表裏両方ありますからね。いっぱい、しかもいっぱい。今回オルファさん入ってますね。はい、オルファさん、ね、やっぱりカッターだけにみたいなところなんでしょうかね。あれね、カッター、はい、近々手裏剣出すんじゃないの。いや、どの用途の、どの用途で出すのか。手裏剣型のカッターとか。あ、それは可愛いかもしれないです ね手裏剣型のカッター、ね、手裏剣型になってて、 4つは多分歯危ないから1個だけがいいと思う。なるほど。あと全部持ち手でね。あ、はい、ちょっとグニョグニョするみたいな。オルファさんって普通の皆さんカッターってこう直線のカッターばっか思い浮かべるじゃないですか、はいはい、いろんなカッターあるんですよ。で、僕ね、よく使ってるのサークルカッターって使ってます、ね、はい、コンパスのようにこうキューって丸が描けるカッター。はぁ、よく使ってるんです。え、それ、何でよく。あのですね、僕カメラが趣味なので。そうか、カメラが趣味で、その特に古いカメラなので、そのカメラにあのちょっと今てなんだろうね、シリコン の、はあはあ、あのクッション材をつけてちょっとぶつからないようにしたりとか、はい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 、そのためにシリコンを切るんですよ、はいはい、丸くシリコンボール。マニアックな話になった。で、その時にそのこうクイーってね、オルファさんの便利なやつ。やっぱロファさんさすがですか、はい、これまたこの時間にあのオルファさんの工場電気つくぜ。この間もこの間もあれですよ、このね、話浅田飴さんとグミの話したんですよ。で、グミどっかの会社作れねえかなって言って、谷田さんとか、あの浅田飴さんとか、はいはいはい、さっそく谷田さんが誰か工場に電気つけに行ってくれっていう。すごい影響力ありますね。したら公式がつぶやいてたもんね、はい、しちゃいますよ、谷田さんと浅田飴さん。あ、谷田さんよくスペースやってますしね、なんなら本当。今、はい、だ、今工場ライン作られてる可能性がありますから。そうですね、金型がね、起こってるかもしれませんけどね。あ、さあ、そんな中でここのね、この後のシーンだっけな、はい、俺好きなんだよね。え、この後のシーン、もう、いや、このシーンの流れなんだけど、はい、
ファイヤーとハイがやられたじゃない、うん、やられたっていう話から入ってみんなえってなってんじゃん、はい、で今ファイヤーがやられたところがあって、はい、もうすぐ出てくるかな、ほらハイが出てきて、はい、こうなって、はい、これ嬉しそうな顔してんだから、はい、あのアントニオが、はい、あの気持ちがすごい分かってて、もう負けてんのに、あ, は, 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 はあそこで勝つっちゃうか、結果頑張れってやっちゃうのが、なるほど、あのオリンピックとか見てても、あのね、リアルタイムで見てられないの、はいはい、あスポーツニュースとかで、フィギュアスケートとかも、あ、こけちゃったらやだなとか、回転して尻もついたらやだなと思って、卓球もそうだったし、はい、負けちゃうんじゃないのとか思ってて見てられないのよ。はい、で結果が分かってから、あ。でやっと夜のニュースで見られたりするんだけども、その時も負けは分かってても行け行けってこう、まあ、気持ちは分かります、気持ちが出てくるってことだから、それはそういう気持ちなんですね。アントニオと同じだなと思って、まあ、アントニオも多分一矢報いたのかなって思った気持ちで見てるんでしょうけどね。いや頑張れっていう感じで見てる、ね、アントニオ優しいですからね、もともと優しい。この話数でもイワンに対してもすごい優しい、その話数も結構いっぱいあって、あったないっぱいあって、それの分かわいそうでもあったんですけど、かわいそうあれこれに先行するとこ、これ「タイガー&バディ」が始まっ2が始まった時に、各それぞれのバディのお話があって、はいはい、ロックバイソンと折り紙サイクロンのお話ありましたけど、はい、ありました。でロックバイソンと、まあ、窮地の中であるんだけどまだ2人は分かり合ってないというところで、はい、そうですね、っていうあのお話ありました。バカにされたと思い込んでる話とかもあったので、ね、でなんか普段見られないイワンが見られたりもして、こんなこと言うんだイワンみたいな、うん、煽ったりもするんだっていうちょっと意外な一面というか、うん、怒るんだっていうのもね、ありましたね、ありました。あとやっぱり根本問題なんですけど、何あの最初の収録の時に、はい、イワンはもっと可愛かったんじゃないかみたいな、まず最初テストをやった時に、うん、や可愛かったんじゃないかって誰に言われたの？あのディレクターさんにもっと可愛くやってくださいみたいな、ディレクションで。毎回だからこの話になるんですよ。やっぱり岡本君すごい、あなたはえあのね同時視聴会にね、はい、来てくれてるゲスト、はい、今までの既存キャラクターをやってる人たち、はい、みんなその話すんの10年前とちょっと変わってるよっていう風に言われたっていうチェックしていったんですかね。チェックしててみんなそうよ、平瀬さんもだし俺もそう、ああチェックしててその通り出した気というかそうですけど、もっと早くみたいな。岡本君、はい、それを何て言うか知ってるかい？老いというのこれ老いなんだ。だからカルビ4枚しか食えなくなったって、そういうところに出てきたんだよ。 そこに出てるんですかね。だから何そのつもりなんだで、ちゃんと元気なつもりなんだで、可愛くやってたつもりなんですよ。でてかもこんな可愛かったっけまであったりもするんですけど、はい、ね、はい、俺可愛かったね昔はとは言われなかったけど、要するにもっと若くって言われる。そうなんです。さあということでございまして、タイガー&バニーお達者クラブをお届けしておりますみんな言われてない、言われてない、言われてない、逆に言われてないやつっているのかな。いや、いないんじゃないですか。でもね、なんか美奈子ちゃんは言われてないっぽいですよね。なんかそんなこと言ってなかったような気がするんだけど、言ってないですよね確かね。美奈子ちゃん多分言ってないと思う。言ってないだけかもしれないで。でも誰よりも言われたかもしれない。今回のカリーナって劇的にさらに女性度が増してるじゃないですか。で大人になる。そうだから、それがちょうど今美奈子城とぴったんこ合ってるのと、あとロンドンの風。ロンドンの風？ロンドンの風？雨？はいはいはい、雨が。うん。それを指したんじゃないですか。なるほど。だからロンドンやっぱしそうですよ。エクセレントなんですよやっぱりロンドン。じゃあ次のシリーズで美奈子はそろそろもうちょっと元気よくって言われるようになるのかな。もうそうかもしれないですね。これ以上だからロンドンの雨に打たれると。なるほどね。かもしれません、ね、次の収録があったとしたらロンドンじゃない可能性ありますもんね、美奈子城も。そうですよ、もう全然日本の菜種梅雨に会ってしまうとどんな風にドロドロしちゃうのかな。今日一番ね、今までの同時視聴会で一番身にならねえ話したそうかい？戻しましょう、戻しましょう。いつもこんなもんだよ。本当ですか？いや今回でもちょっと怖い話なわけですよ、この不眼無眼が勝手に病室に来てしまう。で僕思うんですけど、今回ほらこれ、はい、このぶら下がってるね、はい、人形、俺これだけは絶対にグッズ展開をしないでください思い出しちゃう。だって
だってこれさ、言ってみようさ、呪いのわら人形じゃん。いや、みたいな感じ。あー、これそうそう、これもね、これもしグッズ展開するような予定をもし組んでいたら俺は大反対ですから。マジやめてください、これだけは。売れるのかな、まずさ。いや、ほんとやめてほしい、ほんとに。これは時間が来たらこう、ポトポトとバリアを取る。いやだ、絶対やだ。いや正直、時計になってるんですか。そう、こうなってて気持ち悪いじゃないですか。しか使えないですか。今どっかの工場電気ついてないかな。いや、やめ。いやー、怖い怖い怖い。プレイスメントの皆さん、工場を閉めといてください。やめてくださいよ。たまにも、いやー、怖い、ね、っていうかさ、あの、企業じゃなくても作るのいるよね。あ、その、まあ、個人的に作るのは結構ですけど、対話に何部が、ね、だけど、それを売り物として発売するのは本当に、だって本当呪いの藁人形ですから、あれ。やっぱり、あの、あれだ、あそこ向きだよね、あのアーケード、要するに。だから、そうすると、あ、バンダイさん、僕必ず落ちるように。やめてください、時間でってことですか。僕ここにバンダイ入ってんだから。本当に、まあ。さあ、騒がしになってきたぞ、あっちこっちの工場が。ということで、僕たちが、ね、そう、僕たちがふざけてますけど、今回もういきなり事件が一気に不眼無眼が出てきて、ヒーローたちがピンチに陥る、はい、いや、収録の段階ではやっぱり不眼無眼に勝ってほしいなっていうのがやっぱあったんです、うん、この段階でも、ね、うん、でもなんか雲行きが怪しくて、収録の段階でも、うん、これ負けそうじゃないですかみたいな、あ、若干空気は流れてて、ね、いや、ヒーローたちならこっから巻き返しますよって言ってたんですけど、うん、ですけどね、ですけどね。でも、ね、これ、まあ、もう皆さん見てるからですけど、はい、珍しくこのドラゴンキッドと折り紙サイクロンのコンビで、はい、バディを超えたコンビで戦うという、はいはい、そうですね、これちょっとね、胸熱な瞬間ですよね。一緒に歌ったこともありますから。そうだそうだ、実際カラソン一緒に歌ったコンビだ、非常に胸熱なコンビで戦うんですよ、ここ。しかも今までの既存ヒーローであって、はい、まあ、新人からするともうベテランのヒーロー2人がどういうふうに戦っていくのかというところが見応えのあるところで、で、今期この「タイガー&バニー2」に関しては、僕この「折り紙サイクロン」と「パオリン」っていうのが僕 の、 あの2大推しなんですよ。おお、ほんとですか。2大推しなんです。嬉しいだね。嬉しいですね。2大推しなんですよ。なんで、この2大推し、なんで2大推しかっていうと、はい、2人とも成長率が今回ガッタ上がった2人なんです。はい、で、この2人を揃えてくれたっていうところに僕はグッときてるんですよ。あ、ここ成長見せたいですね。成長見せたい。森田さんみたいな方のためにも。でも確かにね、はい、これ本当見てもらうと、このシーンから流れ、ずいぶんこの2人がものすごく落ち着いた戦いの繰り広げ方をするんです。そうですね。パオリンもすごい落ち着いてるし、今だったらさーって言うならパーンって言ってそうですけどね。しかもバディではないのに、はい、あの、決まったバディではないのに、2人もう通過の考えがあって、はい、ちゃんとサイクロもそれが分かって戦略を立てる、ね、戦い方に戦略性がありましたね、しっかりと。ここなんですよ。それがね、結構と、はい、タイガーとバニーの戦略性みたいな、はい、何も言わずに、あの、意思疎通ができるっていうようなところが見えるという、はい、バディ感ありますからね、うん、これはあそこスカッとしたもんな、はい、あの、パオリンに化けてたところ。あ、はいはいはい、してやったり感ありますよね、うん、あとアニメ的にもどうするのかなと思ったら、あ、こう来たかって、ね、ちゃんと俺たちも一回騙されたもん、ね、視聴者も騙されたんですよね、うん、あ、嘘って思いましたもん、ね、これは見事ですよ。今はそこら辺がやっぱアニメの見せ方としても、うん、昔から面白いやり方でしたね、うん、それこそコテツさんと戦った時も、あの、ここに化けてたのみたいなのに縫ってきたりも してたんで、一気の頃も、はい、第一シーズンの頃も。しかもまたこの折り紙の落ち着いてるところ、はい、ね、パオリンがちょっと熱がでキーってなってるところを抑えに行くっていう。折り紙サイクロンって落ち着いてますからね、はい、そうなんですよ。非常に落ち着いてるんですよ。実は一気の頃のいろんなことを経て、うん、あの、自分のヒーローとしての在り方っていうのを自分でも自問自答して、うん、今ここに立っているので、うん、やれることから始めるっていうところに今、うん、言ってるのが彼にとって、まあ、可愛いだけじゃないっていうのが、うん、まあ、念頭にあったがゆえに最初ちょっと可愛さがちょっと抜けたのかもしれないですね。成長率をちょっと出したかったのかもしれないですね、どこか。特に今回は前半で折り紙サイクロン の、 その過去の話、はい、どうして折り紙なのか、どうしてサイクロンなのかっていうね、はい、っていうところ の、 その昔の話が、幼少期の話ができたっていうところで、はい、サイクロンのところが出ましたね、はい、あの部分で、ね、かなり知らなかった話、折り紙サイクロンのちりがみそよ風大爆笑したもんな。そうっすね、僕どうせ僕だってちりがみそよ風ですよみたいな。ちりがみって持ってくるあたりがもう西田さんなんだなと思って。言葉遊びのセンスですね、そんなこと言ってねえよみたいな感じになってましたけどね。面白いなって思いましたし、
でもあれでね、折り紙のそのイワンの過去が分かることによってキャラクターの厚みが、はいはいはい、そうですね、うん、こんな過去があったんだっていう思い、しっかりとした彼にも思いがあったんだっていう、うん、だからヒーローになれてよかったよねとも思いますし、うん、この後もきっとこう心の中はずっとヒーローでいてくれるんだろうなという感じですね、うん、はあ、カオリンに関してはね、一作目である程度語られてる部分があったんで、はい、折紙は全然語られなかったからやっと裏が後ろが分かった、ようやくでしたね。なんかそこは嬉しかったです ね、うん、ですね。 あとよく飲むんだっていうのもちょっとびっくりしましたけど、あ、そうそうそう、なんか飲まなさそうなイメージが若干あったんですね、うん、あんまり全然なんか全く下戸なのかなと思ったら結構飲む、全然そんな飲んでるシーンあったっけか。あの一応この、 あのアントニオとよくバーでいたってことは多分飲んでたのかなとは思ってて、そうかそうかそうか、アントニオとよく飲んでるんだ、そうなんですよ。なんかイメージだとね、ロックバイソンと小鉄さんはよく飲んでそうなあれですけどね、うんうん、あとファイヤー姉さんもちょっと飲んでそうです、ね、あ、飲んでそうです、ね、ファイヤー姉さんなんかワインか な、 そうです、ね、なんかね、あと作ってくれそうですよね。あ、そうです、みんなに配ってくれそうなイメージが、ね、他はあんまりお酒のイメージないんですけどね、全くないですよね、うん、ないですよ。でもやっぱ気になることも多いんだなと、繊細な心の持ち主なんだなっていうのも今回のシリーズで分かりました。やっぱ声が気になっちゃったりとかも含めていろんなところでも見てるのかなって思いますね。洞察、今回もそうですけど、この戦い方もそうですけど、洞察力があるのかなっていう印象が、うん、周りを気にしてる部分はね、すごく多いですね、観察してね、癖とかも含めて、それゆえにちょっとアントニオと衝突したっていうのはあるのかなって。やっぱり能力的にこう限定されてるところがあるから、うん、頭使わなきゃダメなんだよ、どう、うん、確かに通常で戦えないですもんね、うん、その変化するだけってやっぱりなんだな。スバルもこう防御、はい、基本防御だけだって、だからそれをどういうふうに武器に転換できるかどうかって研究中だって若いなりに言ってたけど、うん、折り紙も人に化けるだけだから、そうなんですよ、どういうところでどういう人に化けたら効果的なのかなとか、ネクスト能力まで化けれたら最高だったんですけどね、うん、そうね、そこまで楓ちゃんみたいにできればね、そう、楓ちゃんまでいけたら、うん、それはすごいんだろうな、最強に近しい力を手に入れられたんですけど、うん、やっぱ姿形だけだと潜入操作とかすごい強いんだろうな。しょっちゅうタイガー&バニーは一作目もそうですけど、折り紙が大事なところであの潜入操作をするんですよ、はい、結構だからね、便利に使われてるんですよ。そうですね、でも一番危ないところ、そう、一番危ないところに行かされる、バレたら何にもできない人だ、一番危ないところに行かされるんですよ、一気ラストなんて、あ、一応ワンクルメラストとか超怖かったですね。本当にいつもなんかね、最初に生かされるというかわいそうなんですけど、うんうん、そうなんですよ、うん、でもそうなってくるとやっぱ変身能力ってものすごく重要ですよね。だからあの、ね、ロックと2人の話でさ、はいはい、バチバチになった時にさ、はい、銀行強盗、はい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 、銀行強盗、あれでさ、はい、バーナビーに化けるんだっていう、はい、小鉄的にはそうですね、誰なら良かったんだって話盛り上がったんだけど、象徴的存在というか、みんな言うことを聞いてくれる人っていう、あの人質たちは、一般人たちは安心するんだろうなっていうところで、僕はあそこのシーンを悲しいと思ったんですよ。バーナビーを選んだところが悲しいと。で、折り紙 か、はい、から見るとバーナビーって後輩じゃないですか、はい、ね、学校の後輩であって、はい、尊敬はしてます、はい、そうで同じヒーローなんだけど、はい、自分じゃ影響力がなくてバーナビーだったら影響力があるから、はい、バーナビーに化けようってことは自分を押し殺してっていう精神であれをやってるわけですよ、はい、裏には、ね、そうか、後輩なんだ、後輩、後輩です、先輩なんですよ。本当に言ったら自分がヒーローなんだから自分がこっち逃げるんだみんなってやりたいところを、そうではなくてその市民の安全ということを大事に考えるときに一番適材なのは誰なんだろうっていうところで自分を殺すことができる折り紙サイクロンってすげえなって俺は思います。これがヒーローだろうと。あ、そこまで言ってくれますよ、嬉しい。これこの気持ちがヒーローっていうそこなんだよねって、あのシーンは僕ね瞬間的なんですけど、あそこはグッときましたね。なるほどね、あれは言ってくれるのは嬉しいですね。やっぱずっと忍んだ生き方を彼は知ってて、だからそこも忍者っぽい忍びだ、忍びの方なんですけど、あのやっぱ自分が前に出ずにやっぱその適材適所ですよね、自分にできることを常に考えて行動しているのが個人的にも好きなポイントで、うん、でその時に、ね、はあ、やっぱあのバーナビーっていう、まあ、素晴らしい、まあ、認めてる後輩なんだろうなとも思いましたし、でも、うん、他の方々のこともすごいよく見てるとは思うんですよ、うん、で多分トレーナーに向いてる気はしますね。あ、なんか分かる、あなたはこれやった方がいいですとか、
多分アドバイスにの力に長けてる気がすごいしてますね、うん、見てるからこそ。だからラーラを教えるのはサイクロンだったかもしれないのよ。なるほど。何ラーラ、ラーラ可愛いっすよね、うん、ラーラ気弱だから。ラーラパオリンも今頑張ってるけど、気弱同士、そうなんか通じるものはあるかもしれないですよね。なんかコーチとしていてほしい、うん、そうですね、コーチとしてはかなり才能を発揮する人なんじゃないかなって僕は、ね、職業で言ったらキャディーとか向いてるかもしれない、ね、向いてると思います。ゴルフのキャディー、なるほど、確かにこうしたらいいですよとか、その人に向いた打ち方を多分教えてくれると思います。しかも優しく教えてくれると思いますし、まあ、人によっては強く当たった方がいいのかなっていう時には頑張ったりすると思うんですよね。ちょっと上から頑張っていってみようとか、ね、多分思ったりすると思うんですよ。だこれ続編タイガー&バーにもし作られた時は、はい、ああいう折り紙はコーチのとこにいるかもしれないよね。新しい子たちを教えてるヒーローたちを教えてるかもしれない、教えてる立場、ヒーロー養成機関にいるかもしれないですね。学園で、学園将来の長さんだ、そうこうやる人ですよ。なってるかもしれないです。ギュッきついハグをする人になる。あれね、あれがもしかしたらネクスト能力かもしれませんからね。あ光ってなかったぞ、ハグをすることによって締めるっていうね。激励ってやつですね。今もハグされてますけどね。いやもうこれ絶望でしたよ、収録の中でも終わったって思いました。この後どこ出てくるんだろうってやっぱ見ちゃいましょう。台本でまず最初家で見てる時、その後あもう こからお休みかみたいな。それよりも先にお休みになったからね。ああそうですね、お休みになりましたから。次週喋ってなかった。で次週は多分喋ってないんじゃないですか。次週お休みもう終わってしまいました、はい、辛かったですよこれ。それこそよく、津田さんと、はい、郷さんと、うん、タイテムさんと4人での収録してたんですけど、うんうんうん、あのこの収録の時には一人ずつ減った段階っていうなんか次誰が減るんでしょうねみたいな悲しい会話を繰り広げられていたんですよ。で新人たちが活躍してるじゃないですか。クソってクソ新人たちっていう感じでしたね。そうかそうか、じらってました。やっぱ新人たちいいなって、恐ろしい、トーマスとスバルいいなって。何それ思ってましたね。一人ずつ減っていく現場って辛くないですか。マザーグースのよ。確かに、エリコさんも笑ってますしね、ディレクターさんもねえ、どんどん一人ずついなくなってねえみたいな。そして誰もいなくなったってやつじゃん。そうです、殺人現場のようになってるよ。次は誰がとか言う前にもう一気に気になるよな、次の台本。そうなんですよ。怖い、回想には出るかもって言われてましたね。もう恐ろしい、恐ろしいですよ。2期恐ろしかったっすもん、すげえ。俺もだって入院した時に恐ろしかったもん。やべえ。そタイガー&バニーのバニーって書いてる人が休みなのっていう、タイガー&になるだけですよ。誰あとタイトルロールがなおノーギャラになるんだから、ね、そうなんですよ。信じられないですよね、信じこの現象。お休みですもん。いやーそうですね、もうびっくりですよ。だから僕台本は一応読んだけど、リハブイとかも一切見てなかったから完成品を見て、なるほど、初めて僕はこんな風になってた、こういう風になってたんだって。そうですよね。都合何週喋ってない、次の週も喋ってない、はい、そう俺確認した、はい、なんですよ。なので、うん、だから2回ともお休みと。でもよく2回で済んだ、あれな。やめてくださいよ、2回で済んだって言い方するのやめましょうよ。最終話でじゃなくてよかったですねって話ですよね。確かに一番最初にやられた割には下手に回想場面だったら嫌だよ。辛いし、かも前に撮った声がリバーブかかって完全な思い出バンク。辛いよそれ、厳しいよ。最悪ですよ。お前は強くなってるから喋らせてほしい、オリジナル。さあということでございまして、第10話はですね、こちらになります。Pride comes before a fall。 おごりが滅亡の前にやってくるということで、初めてこれだけ人数が出てきた表紙でございます。見えますかね、ネイさん、パオリン、そしてスカイハイ、そしてサイクロン、4人が出てくるというようなことになってます。さあ後ろびっくりです、はい、PDA じゃございません、はい、近々商品がならない、ならない。呪いの藁人形、呪いの藁人形、呪いの藁、怖いですよ。さあ今どこの工場の電気がついてるんでしょう、ね、やめてください、本当にやめてくださいね。影響力あるんですから。もうこの商品作った時は俺本当宣伝とかには協力しない。だって病室に飾られちゃってんですよ、呪いの藁人形を。じゃあ、ちゃうぐらいやったらまだやだもん。これ酸素マスクつけてるバーナビーも一緒に作ってもらったり。ひどい。誰が喜ぶ、誰得ですかそれ。だいぶ S ですよ、それで喜ぶ。本当だよ、バーナビーファンが喜ぶ。結構、私だけのバーナビー。やばいそれ、やばいやばい。あとさ、はい、あ
あれ以来俺気になっちゃってしょうがないんだけどさ、今回あのジョリーちゃん、はい、どこに出てたか。あ、ジョリーって知ってる？ジョリー、ジョリーってね、あの小鉄さんファンの男の人いるでしょ。いたじゃんか、なんかあれジョリー、あれジョリー、あれジョリーなんですか。実は前は出てんだって。え、ど、知ってた？いや全部の話数に出てる。知らなかった。あの伊勢ちゃんが前あの兼ねてたみたいな感じで出てたってことですか。うん、そう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 、ってことですよね。そう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 。え、どこに出てんの？でね、喋ってなくても映像の中に出てんだって。今回は喋ってないけど。今回はなかもうタイトにさ、ヒーローばっかり追っかけててさ、はい、で最後地下鉄行っちゃうしさ、どこで出てんのかな。一回全部見終わって、はい、発見しました。探したもん、戻ってって。いました。でこう下にさ、チューってやってちっちゃい画面がこう、あの今ここら辺ここら辺で出るじゃん。はい、見当つかないんだよね。もう一回見ても分かんなかったですか。で、多分だけども、はい、これ市民はみんな探したと思うけども、市民の会のところですね。あいつらがやられて、はい、なんだハイと、はい、ファイヤーがやられた後で、はい、みんなくれぐれも気をつけてね的なことをお姉ちゃんが言った後に俯瞰で緑色のあの、はい、アントニオの車が映るんだよ、はい、そのシーン覚えてる？はい、俯瞰で、はい、あそこに一人通行人がいるんだけど、もしかして後ろ姿がこれですか。あ、動いてもいない。ちょっとこれはこれ合ってるからね、市民のみんな。答え合わせって分かるのか。今スタッフが一生懸命探してますけど、多分なんかあのジョリーを探せみたいになって、もうジョリー探せ状態。そっちの方が見切れてんな、なんか、一生終わんねえよって話です。それ以外にあの一般人っていうのはほとんど出てこない話数だったじゃん。そう、多分それで合ってんじゃねえのかなと思うんだけど、ついだからその話を知っておきながらいつも見るときに忘れちゃうんですよね。見るのをすっかり忘れちゃう。普通に話の方メインで見ちゃう。マニアちゃんと見てんのかと思って、うん、細かいとこ見てんだよ、小鉄の車のナンバーは何番だとか。じゃあクイズ大会やったらもう絶対いけるかもしれない。っていうぐらい見てるの。今ちょっとスタッフ一生懸命探してますけど、でも分かんないんだ。探しきれない。シークバーでそれこそ、あ、違う。大変。1秒ずつ見てますよ、1秒ずつ。いや、1秒ずつは困るわ。すごくないですか、バーって。じゃあ配信の時にですね、で今探してる最中に公式さんからつぶやいてとか、探してる最中に次行きましょう。はい、この番組の目玉、大きな目玉ですよ。ああ、私が紹介しなきゃいけないところ。そうです、そうです、5ページ目ですよ。どうしようかな、今日紹介するのやめようかな。いや、ダメだって、みんなこれ楽しみにしてんだから。はい、11話の予告でございますね、はい、次回予告はここだけしか見られないという、本当にネットフリックスは見れないです。次回します、はい、だからこの、 あの15秒の予告か、はい、間は俺らも実は黙っているというところでございまして、10話につこの話数につく11話の予告でございます。皆さんしっかり見ていってください。3、2、スタート。よし、折り紙ドックの歯ブラシは3週間で新しいのに交換する方アントニオだ。なんてこった、大切な仲間が次々に。次回タイガー&バニー2、どの雲も裏は銀色。はい、はい、ということで今回は予告ロックバイソンと、はい、ということでございました。なんか言ってた？3週間で歯ブラシ？歯ブラシって言ってました、はいはい、3週間で歯ブラシ変えるって早くないですか？早すぎません？1年間に1回ぐらいですよ。それは少ないと思う。それはダメだと思う。1年間に1回ぐらいしか変えない。なんでそのさ、お正月だけ変えるみたいなことになってるの？いや、もう1回変えようかなみたいな。もうちょっと3ヶ月に1遍とかぐらいにして。でも磨き方って人それぞれあるよな。柔らかくシュ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 。劇団シュシュシュじゃない、それシュシュシュじゃないか。劇団にいた時さ、先輩でさ、で芝居してるとなんかで飯食って出番の前で歯磨くじゃん。あ、そうですね、はい、10日かそこらで長い芝居でも劇団でやってるの、はい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 、とね、10日経たないうちに歯ブラシがその先輩すっごい綺麗に磨くんだけど、カーッてやるんだけど、見てるとみるみるあのバーナビの後ろ髪みたいな、やめろ、開いてくる、ここ違う、やめろ、ここは歯ブラシじゃねえ。何かこすったのかな、本当に。これ1週間持つのかな、それ。あれじゃないですか、ホテルからパクってきたじゃないですか。いや、ゴリゴリの。マジで、うん、そんなすごいですね、それ。あ、見つかりました。どこですか。当たりだ、俺。あ、すごい。ロックバイソンの車両の
近くを歩いてるのがジョリーさんと。よくわかりましたね。ジョリークイズだけはバディに勝てそうだな。ジョリークイズイベントでじゃちょっとやってほしいな。すごい。おもろ。すごいわ。いや、俺の勝ち。そうだ、歯ブラシの話だよ。歯ブラシでしたね。そんな早いんだみたいな。でも本当、岡本さん、もうちょっと頻度を。ちょっとワンクールに1回にしようかなって。そうですね。お願いします。そのぐらいにしましょうよ。だけど、これからどんどん年食ってくると、35でカルビ4枚でしょ。歯茎も弱くなってくるから、あんまり強く磨けなくなる、はい、そうですね。今すでつらもちょっとあんま強く磨いてない。さあ、ここでタイガー&バーニー2 お達者クラブからシュテルンビルト市民の皆さんへお達者なお知らせがございます。はい、タイガー&バーニー2は現在ネットフリックスにて全世界独占配信中です。第1期テレビシリーズと劇場版の2作品も配信していますので、そちらも第1期あったんだぜ。知ってる？25本もあったんだぜ。見てみな。ぜひともご覧ください。はい、そして次はですね、バンダイからアパレル商品のご紹介でございます、はい、本日僕たちが着ているこちらのバディ柄の T シャツが、はいね、プレミアムバンダイにて好評予約受付中でございます、はい、バディの横顔もね、とってもかっこいいデザインでございますけど、はい、で今回は折り紙ロックでございます。なんと折り紙ロックも、折り紙がね、座ると見えなくなるんです。でついね、最近まで、このコテスさんとバニーのこれは販売してなかったんですが、こちらも予約が始まったということでございますので、ほうほう、ぜひぜひ皆さん全てのバディ揃えていただきたいなと思います、はいはい、さあ、そしてですね、こちら PDA は PDA、はい、あ、PDF だ、間違えた、間違えたんか。PDA 型の時計が今回、ね、今まではね、このコテツバージョン、あ、コテツバージョンね、平田さんがしてるコテツバージョンとこのバニーバージョンありましたけど、なんとヒーロー全員分の12種類が登場しました。よっ、早速岡本くんにもつけてもらってます、はい、そうですよ、こちら。いいですね、紫のね、ボタンを押すとコールというのがね、はい、じゃあこっちでしょうかね、はい、あ、これ今やってます。じゃあ森田の方にちょっとやっていただいていいですか、寄っていただけますか、僕の方いけますか、はい、いきますよ、ほら、コールっていうね、字が出ます。でその後に、あの時間がね、とか日付とか出るようになっております。こちら12種類、うん、登場しますので、すごい、皆さんの推しヒーローの PDF ですね。ずっとね、テロップで PDF って俺がこれ間違えてたの、わざと間違える、わざとじゃないの。あ、そうそう、ずっと PDF、PDF って言っててずっと突っ込まれてたんだけど、あのこの同時視聴会で、はい、はい、訂正するまで俺は訂正しないようにしとこうと思って、なるほど、ずっと訂正しなかった。じゃあみんながそれ拡張した名前みたいなことで、それからね、俺がそれで PDA ってすいませんでした、 PDA でしたって謝ったら、うん、そんたら、いや、なんか PDF の方がもういい気がするで、本当ね、市民の方もね、勝手だと思うよ。あれだけ突っ込んできながら、もう PDF じゃないのか悲しいとか言い始めるの。どっちなんだよ。ゴーがね、はい、F に会いたいってつぶやいてた。F に会いたい、もうわけわかんなくなっちゃった。で、あの配信された日、PDA に戻っちゃったから、今日はPDF 記念日だっていう記念日作ってた、井上剛は。嘘でしょ。もうあのさ、剛くんさ、余計なことやんないで、うん、本当に。それ言ったら公式だ。全部覚えとかなきゃいけないから、たまんないからやめて。ね、呪いにかけられてるわけですね。じゃあもう森田さんは。だから今どっちにしようかわかんないんですけど、だってこの台本だって PDA、はい、PDA って普通に書けばいいのに、A のとこだけちゃんとダッシュダッシュがついてるんですよ。あ、それが理由だったんですか、これ。そう。なんで PDA？ これもう意地悪ですよ。これ武藤さんが作ったんですか？いじりっすよね、これ。か。完全にいじり。森田さんいじりですもんね、これ。じゃあ今後の展開によって PDA にちゃんと戻るのか、このまま F という風になるのか、ちょっと宿題として、はいはい、はい、流れですね、流れ次第でいうことで、はい、はい、そして、はい、こちらでございます、うん、じゃん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 、はい、なんだなんだ、タイガー&バニー2でですね、タイガー&バニー2、タイガー&バニー2でキャラクターたちが身につけているアパレル金をグッズ化ということで、はいはい、皆さんご存知ですよ、これはコテツが劇中で、劇中なの、はい、そうです、劇なんか出てた、そうじゃねえよ着用しているデザインを再現したブラックにグレーのラインの入った
ネクタイ。かっこいい。これいいですね。シンプルなデザインでシルエットも細めだから、こっそり普段使いするにはおすすめだぞって書いてあるんだけど、細いじゃなくていいじゃんな。まあ、でも本当に使いやすいですね。使いやすいですね、はいはい、シャツも黒でも白でもいけそう。一番下のところを何したっていいですか。はい、その下のところちょっと細身なんですよ。細身ですね。少し細身でございます。全体に細身です、うん、ですね。これそしてですね、もう一個こちらですね。ユーリペトロフネクタイですね。ユーリってそんな柄のしてるの。はい、こういうネクタイでした。よく見てるね、はい、このネクタイです。これ変わった形なんですけどいいですよ。これは、はい、これ劇中で着用しているデザインですね。でこれ小鉄さんのネクタイよりもちょっと太めの。そっちは太めなんだ。太めですになってますんで、こちらもでもね、もう使いやすい感じだと思いますよ。ユーリ好きの方はぜひ、はい、ぜひファンの方、普段使いにもいいですし、あとはコスプレをするときに、ぜひ使っていただけると本物だよという形で一点ね、自分の中で本物をつけてコスプレを楽しんでいただけるというのもいいかなと思っております。我々声優さんってネクタイする機会ってある？ほぼないですよね。ないんだよね。ほぼないです。あ、もうできますか？ネクタイ、こういうの細いのっていうのはやっぱりシングルのうちのシングルで締めたらかっこいいと思うんですけど、今できたと思って引っ張ると下の方が長くなる。あれ、マイクに触ってますから気をつけてください。学生の頃そうでした。ゴソンって言いましたからね、今ね。本当？本当、はい、ダメですよ。下の方が長くなるよな。シャツに入れちゃうんですよ、もう。出せ長くなっちゃうシャツに入れちゃう。そういうことで、こちらの商品すべて、皆さん覚えてますか？ネクタイ、シャツ、そしてBDA ね、IFね、本当にグッズ紹介なんだからちゃんとやんなきゃダメなんだよ。こちらの商品すべてプレミアムバンダイで予約受付中でございます。ぜひチェックしてみてください。以上、タイガー&バニー2からのお知らせでした。ご苦労さんでした。というわけでございまして、はい、楽しい視聴がこれ終わるんだ。早すぎません？うん、早いでしょ？早すぎますよね。ノブ君、体感何分でしたか？3分。やっぱね、3分多いですよ。でもいかがでした、このタイガー&バニー、1から2に行って、はい、でまたこの折り紙サイクロンの新たな部分も見えてという中で、ご自身で演じてきて、はい、やっぱりまた少し11年前とやっぱ変わりました。やっぱ変わりましたね。こんなに可愛らしい一面とかっこいい一面両方あるキャラクターなんだっていうのが分かりましたし、うん、あとやっぱ反応でちょっと照れながらの反応がこんなにも乙女チックにもなるんだっていうのもちょっと思いましたね。天然なところも可愛いんですけども、うん、そういったちょっとこう頬をあからめながら言うところもやっぱりなんか母性くすぐるというか、なんか俺男だけど可愛いな今みたいにやっぱ思っちゃいましたね。そうか、はい、そういうのが分かるようにな年になったってことなんだね。これが多いですか？だからこれがお肉が、サシが入ってるお肉食べられなくなったんだな。そうなんです。10年前は可愛いは可愛いんですけど、ちょっと記号的な可愛いだと思ってたんですけど、うん、本質的な可愛さがちょっと見えてきた見えてきたかもしれないですね。なるほどね、はい。あと敵キャラもやっぱずるいなと思ったのが、フガムムガンの、はい、この前幼少期もあったりとか、はいはいはい、あとぶっちゃけとこれネタバレも言っていい？大丈夫ですよ。死に方もすごい悲しくて、なんか、なるほどね。でずるいとも思いました。なんかこんなにドラマティックに死ねるってちょっとずるい、ずるい、ずるい、こんなの人気出るじゃんみたいな、ね、ちょっとずるさを感じてしまいました僕は。強いし、そういやそうかもしれない。だってスタートがさ、はい、まずあの2人が出てきてボコボコのバーナビーから、まず強さを示して始まってるわけだからさ、もう酸いも甘いも知った状態でタイガー&バニーがこうね、今2の真剣な殺し方はできない。そうですよね。あれもずるかったよな。結構感動的な終わり方だったんで、なんかいいなって思いました。なんか余裕が出てきた岡本君。さて次回ですね、第11話のタイバニ2同時視聴会は6月18日土曜日に配信しますので、はい、ぜひまた一緒に楽しみましょう。でゲストなんです、決まりました。え、お？ゲストは楠木さんです。さあ楠木さん。タイガー&バニー2にはお二方、クスノキというお名前があります。どっちのクスノキが来るんでしょうか。可愛い方来てほしいな。お楽しみです。両方可愛いですよ。きっと両方可愛い。どっちが来るでしょうね。でも言っちゃうんだ。え？いや今日は言わなかったのに。今回は言ってもう大丈夫なので、ただ僕はどっちかな。どっちのクスノキさんが来るのかな。俺はね。
言っちゃったんだから大点なんじゃないかなと思うよね。いやそうですね、ともりちゃんだったらやっぱり今まで通り、名前を伏せて。あ、そうですか。ビッグゲストです。そんなことないですよ、僕はこういうの好きですから、こういうあのいたずらをするのが。さあ皆さんどっちだったでしょうね。楽しみにしていてくださいということでございまして、今回のお相手はバーナビーブルックス時代役森田正和と、小手と役平田博明と、そしてイワン・カレリン役岡本信彦でした。それではまた来週、バイバイ、ありがとうございました。